出します。で、今日はですね、バスタードということなんですけども、バスタードが連載されたのは1988年からなんですが、特にこれが、バスタードのジャンプコミックスの一巻と懐かしいな完全版の一巻なんですけど、もう全然絵が違う。これがですね、ちょっといろいろあって、まずですね、もうこれはね、クリムゾン先生が選ぶジャンプでセクシーだった漫画第1位なんですよ。特に作画がセクシーです。あとはですね、これネットフリで、アニメが公開されて、アラフォーアラフィフの間ではもうこの話題で持ちきりなんですが、どう考えても俺たちと同世代のオタクが12時間ぐらいツイッターで暴れ回ってて、チブクロの表現がこれではないと、これは80年代の漫画のチブクロの表現ではない、そうですね、単にボールが2つくっついてるだけだ、そうですね、これはどちらかというと、あの令和のチブクロの表現ですね。でも令和のアニメだからね、今のアニメーターがこう描ける絵柄でしかやってなくて、昔のこの80年代の絵柄でも今の萩原和志の絵のエミュレートでもない、ということを熱く語ってて、今のオタクに一体どういう風に受容されるのかっていうのがあって、つまり今は異世界ハーレム転生物語、花盛りなんですけど、もうそれだけだともう絶対通用しないじゃないですか。30年前のコンテンツを今アニメ化したのかの違いはあると思うんですが、あとはですね、メディア展開ということで、あったらしいね、ゲームも出たり、OVA も出たりしました。これなんとレーザーディスクです、懐かしいの。このゲームの作画がすごい良かったな、確か。なんだっけ、有名な人が。ここにです